ようこそお参りくださいました。武田正文の仏心チャンネル、お仏壇シリーズでございます。お仏壇どこに何を置くか問題というのはですね、お仏壇の中だけではございませんね。お仏壇の外にですね、いろいろ置かなきゃいけないものがあるんです。でこれをね、どこに何を置いたらいいか迷う方がいらっしゃると思うので、ちょっとそれ解説していこうかと思います。まず問題になるのはこちらですね。金というんですか、金を打ちますよね、これね。打ってみましょう。こういうね、金あるでしょ。こちらの金はですね、この経木、机の右側に置いてくださいます。こっち側ね。なぜなら、右利きの人が多いので、右側の方がこう叩きやすいわけで、ね、こう叩きやすい。なので、こちら側に置いてくださいます。時々ね、この金がですね、この辺に置いてあったりする。この辺。叩くの大変だ。この袖があるから、遠いの大変だ。で、気持ちはわかんない。普段はね、お仏壇閉めるときとかにはね、この辺に置いておいたら、そのままこう、バタンと閉めて、バタンと。で、皆さんはこう、チーンって叩いて、お参りされたりするでしょ。で、でもね、お経を読んでる間っていうのは、叩くところ、お経の間にもありますので、あんまり遠いとちょっと大変なんで。なので、右側に置いていただくと、打ちやすいので、ありがたいかなと思うんです。で、こういうね、大きな台に乗ってたらあれなんですが、小さい台の時下に置いちゃいけないんじゃないかなっていうことで、この経木の上に置かれたりもするんですが、基本的にはこの下の台というものが置いてありますので、地面に置いていただいても結構なようになっておりますので、下に置いていただいても構いません。そして多分ね、分からなくなるだろうなと思うのがこちら、五分章がある。五分章、ご覧になったことありますか、木の箱。大体ね、これね、見たことないっていう方ね、ここに入ってます。ここ引き出しの大体真ん中のとこ、ここにピタッと入るようになってる。でここ開けていただくと入ってますので、ご法事の時とか、お寺さんがお参りされる時には基本的にはこちら出していただけたらいいかなと思います。ご法話の最初か最後に拝読させていただくものでございます。でこちらの五分書の置く場所と向き、これがね結構わかんない。でこちらもですね、皆さん大事なものだと思っていただくので、下に置いちゃいけないんじゃないかなっていう気するでしょ。で、よくあるのはここ、経木の真ん中にこう置いてあるんですが、基本的には経木というのはお経本を置くところですので、この上には何も置きません。ですので、この五分章というのはここに置くんじゃない。で、五分章は左側に置くことになっています。で、これなぜかというと、うちのお仏壇ちょっと違うんですが、左側にですね、蓮如上人という方のお軸が掲げられているご家庭多いかと思うんですが、こちらの五分書は蓮如上人がお書きになった全国の御門徒に向けたお手紙なんですね。でなので蓮如上人がお書きになったものなので、左側に置かせていただく。でそしてきちんと箱に入っておりますので、下に置いていただいても結構でございます。でこれね、向き分かります？下がり富士って言うんですけど、下がり富士なんでマークこっちです。でマークをね、お供えとかもですよ、お布施の包みとかもそうなんだけど、向きをどっち置いていいか分かんないって皆さん思うでしょ。これ こっちが正面なんですけど、これをねこう置くのかこう置くのか迷うでしょ。こうで結構、自分たちに向けて置いていく、自分たちに向けて置いて左側に置いていただいたら結構です。これで全てそうなんで、仏様の方に正面がと思っていろいろ置いたりもするんですが、でもよくよくご覧いただけたらわかると思うんですが、すべてのものは私たちに向かってきているのがお仏壇だ。お仏壇っていうのは仏様が私たちに向かってお念仏を届けるために、仏の教えに出会ってくれるようにという願いがお仏壇でございます。ですので、すべてのものというのは私たちの方に向かってわかりやすく、私たちの方から見て美しくなるようにこう整えられているのがお仏壇でございます。ですのでこっち向きということでね、やっていただけたらと思います。置く場所分かりますか？これね、なかなか私もいろんなとこお参りするんですけど、気になることあるけど言えない。YouTube だから言えるんですよ。その場でね、座ってる時に、ここ違いますよ、ここ違いますよ、なかなか言いづらいので言わないんですが、こうしてね、皆さんのところに YouTube で、いろんなお仏壇のことをお話しできますので、これをご覧になった方はですね、ぜひ完璧じゃなくていいんですよ。お仏壇によっても違うし、これ、左側に置いてくださいって言っても、
左側に置けない間取りもやっぱりあるわけで、こっちに壁があるとかね、こっちにすぐ人が座っているとかね、そういうこともあったりするので、臨機応変で結構かと思います。仏様に対してですね、私たちがなるべく丁寧に揃えたものであったらそれで結構でございますので、基本的なルールを知っていただいて、でその上でなるべく丁寧にね、していただければ十分かと思いますので、参考にしていただけたら嬉しいです。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またのお参りをお待ちしております。武田正文の仏心チャンネル、他の動画にもどうぞお参りください。